ちゃんと習うのめっちゃ大事じゃない？確かにそれね、すごく思った。思うじゃん。受けるかな。今んとこすごいウェアがあるからすごいうまそう。最近やろうと思って、ね、聞こうと思っててみたいな。嘘。そう。すごいタイミング。え、うん、前もやっぱやってる子増えてきてない？そう。初心者の子と私がやりたいってなって。うんうん、いつも仕事終わりに打ちっぱなし行ったりする、うん、そうなんだ、やばいね。けど全然わかんない、当たるようになっただけ。本当になんか他の成長はわからない。え、じゃあまだ誰かに習ってるとかは知ったことない、うん、え、ちょっと見て、見たい。できる、できる、やってみてみて。1年ぶり、やばい、初めて自称超センスないということで、やばいね、久しぶりとやばいね、うん、当たんなかったら、うん、そのレベルかもしれない。それはそれで、でもさ、あれやっぱり最初にちゃんと習うのめっちゃ大事じゃない？確かにそれね、すごく思った。思うじゃん、うん、受けるかな。今んとこすごいウェアがあるからすごいうまそう雰囲気マジ出てる。ここからコマ切れよ。あれ、ちょっと待って、素振りね、素振りね、素振りね、素振りしたら一旦。そうだね、うん、素振りもさ、あ、でも結構綺麗ね。いける？うん、綺麗綺麗綺麗。でもなんかボール当たる気しないけど、一回行ってきます。行ってらっしゃい。あ、ちょっと待って待って。あ、でも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 、あの、いい、動きがいい。当たる？なんでこう、当たんない、当たんない。え、一番最初は教わった？少しは？その身近な子に？そう、身近な子に教わって、あと YouTube だった。YouTube 見たんだ。YouTube 見た。あ、本当に？いやー、やばいね。どうだった？やばい。久しぶりにやって、全然当たんないし、初っ端から空振り。ね、可愛かったけど、もう、やばい。結構、メンタル的にもう、やっぱ抜いてないか。え、そんなことえ、でも、めっちゃ、あの、スイングが綺麗だった。ほんと？うん。磨けばいけるかな。いけるいけるいける。自分で探すのなんかいろんなところ出てくるし、うん、運びたいけどまだ家切れない、みたいなところがあるから。確かに、うん、本当に私が教えてあげたい気持ちが山々なんだけど、うん、定期的に習うのが大事じゃん、うん、で結構やっぱ定期になっちゃうから、まだ、うん、確かに定期的に習ってで楽しみながらできるってことだよね。やっぱその楽しく習えるおすすめがあるから。本当、うん、行こう、行くね、このメンタルを頑張ろう、頑張ろう、うん、ね。じゃあ行ってきます。はい、到着しました。こちらがさらにおすすめのチキンポールスさんです、初めてのミススタジオ、うん、お、緊張、緊張するよねはい、というわけでこちらチキンゴルフ西麻布店の店長の吉田さんです。はい、吉田です、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。どうやら、あの、みくろくんの後輩？後輩で、かぶってはないです。あ、でも日大卒のゴルフ、はい、強豪校の方が店長で教えてくださるのはすごいよ、さや。なかなか教えてもらえる機会やっぱないと思う。すごい。ね、いい、楽しみです。お願いします。今日は、スパルタで。そうそうそう。楽しみかな。はい。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まずはちょっとスケートの紹介の方からしてもらおうかね。はい。ドロップはもう。はい。見てみよう。あ、綺麗。あ、ね、めっちゃ広くない？広い広い。シャワールーム？あ、すごい。え、しかもさ、アメニティも全部ついてて。ホテルもある。ホテル嬉しくない？あ、本当だ、ね。すごい揃ってる。そのあと、予定があっても、いける。いけるね。うん、タオルと。上下あるから。あ、本当だ。だからさ、マークが可愛い。可愛いよね。仕事帰りにもうあれだよ、手ぶらで来れる、うん、何も持ってこなくていいし、で髪も整えられるし、クラブもあるし、うん、ウェアもある、スパイクもある、靴下もあるみたい。すごい、すごいね、ありがたいね。部屋がこっちが2打席ある方で、わ、広っ、すごい、すごい、てかさ、こんな、てかめっちゃリッチいいわけですよこんな場所がこんな広いのあるんだね。すごい、めっちゃいいですね。めっちゃいいですね。あるね、レディースもちゃんとあるよ、うん、では、はい、お願いします。お願いします。基礎だね。そう、基礎をやっぱり、はい、オフェンス
すごい。やっていきましょうかね。はい。ちょっと切り方からやって、左手からですね。はい。一番下のくぼみが、左手の小指になります。で、そこから、あ、そうです。ここに右手。はい、右がここ。全員ランドショックの練習。これを守ってます。小指が今みたいに人差し指と中指の間に添えるか、まあ、そういうふうに絡めちゃっても大丈夫です。絡めて。OK です。ちょっとそのまま、とりあえず。OK、バッチリです。じゃあ次、構え方ですね。足の幅はまず拳2個程度入るぐらいになります。OK です。で、この時につま先のラインしっかり触る。OK です。で足の重心の位置は左右の答え5で大丈夫です。前後は少し前、親指の付け根あたり、まあ、しけれども、うん、に重心の付け根、はい、で最後、後方から見たときに肩のラインと、膝のラインとつま先のラインこの3つは揃えます。これがまず正しい形です。はい、どうだろう、違います。違います。これでちょっとじゃ慣れていきましょうか。はい、どっか辛いとかないですか。ないです。OK です。そしたらそのまま上げ方いきます。はい、まずは、ぐーっと上げてもらって、ここまでで大丈夫です。この棒の部分が地面と平行のところに上げていきます。で、この時に大事な点2つあって、1つ目、この棒のラインと自分のつま先のラインです。これを揃えていきます。はい、これが1点です。はい、この一番下のライン。今日まっすぐ上がっているような点が入っている。11。この2点。意識して上げてもらって、そのまま下ろしていきます。そしたら今度はこっち。今度はここのラインが1を指します。自分の右斜めの前を向けていただくと、まあ、一番いいです。これがまず正しい、基礎との振り幅になります。はい。そうそうそう、ここまで。で、そのまま反対。そうそうそう。11と1です。11と1です。オッケー、いい音、ナイス。めちゃくちゃいいです、脇やそしたらちょっとだけ動画見ていきましょうか。はい、最初に構えた時のこの三角形、はい、あると思うんですけど、この三角形をキープした状態で上げて下ろして地面と平行のところまで上げた時、これ右肘ちょっと曲がっちゃってるのがあるんです。そう、なんで三角形じゃなくなってるんですよ。ちょっと五角形になりながら上がってしまっているので、この時にしっかり右肘を伸ばしていただいて三角形をキープして、上げた時に右肘が曲がらないようにしっかり三角形をキープしていく。ちょっとここを意識を入れていきましょう。はい、はい、1 OK! ナイス、めちゃくちゃいい。初めてこんないい音で今の音と今の感触覚えてください。 Ready!オッケー、ナイス、めちゃくちゃいい。まあ、そうするとまっすぐ飛ぶし、機械が止めてくれます。これがまあ、すごい嬉しい。すごい上手になった気がする。でもやっぱこれが最初は動き小さいけど、この動きがすごい、ね。まあ、いろいろなんか専門用語でこの振り幅ビジネスドアって言われてるんですけど、おそらくプロの方がこの振り幅さえできちゃえば金稼げるっていうくらい、まあ、大事な振り幅になってくるので、まずは基礎基本のことからやっていただくと、まあ、逆にここができるようになってくれば、まあ、ハードスイングだったりとか、まあ、フルスイングって絶対やりやすくなってくる。逆に言えばここの振り幅ってハードスイングでもフルスイングは絶対通ってくる場所じゃないですか。それにもかかわらずここができてないしから大きいスイングしちゃうときに、ここができてないから全然当たってるんですよ、当然。ちょっと小さくてあんまり飛ばないかと思っちゃうんですけど、これがまだ一番大事な振り幅になってくる。こう思って振り合っていけば、はい、スイングも来ていけるし、スコアアップも身につく、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。やっぱりこの幅をこれだけ細かく角度とか全部習うのってなかなか、ある程度ゴルフやってから覚える人も多いじゃないですか。そうですね、ね、あ、こんな感じこんななってるんだって思うから、一番最初これ習ったのがあれば、これからのゴルフに絶対いい。楽しみ。ありがとうございました。すごい上手になった気分。ね、よかったよ。すごいよかった。めっちゃ上手だった。よかったです。やっぱね、初心者の頃は、なんか、やっぱ上達したいけど、みたいな、モヤモヤがあるじゃん、みんな。でね、
それを叶えるべく、今日はこちらに来たんですが、なんか、チキホルさんは全国に7店舗あるんだけど、どの方も熟練者と思って、場所も大事だけど、人じゃないって、確かに座るのって、確かに、ここはそれが心配なくて、それが一番のおすすめポイントかな、私的には。どうですか、初レッスン。初レッスン、全然自分がやってたことが違いすぎて、もうレッスンが良かったって。いや、本当だね。しかも上手だし、なんか、うん、いい感じとか分かってて、うん、あれ、本当に大事なの。しかも、ちゃんと当たると軽いなって。分かるよね。すごい、楽しかったです。よかった、すごい楽しかった。でね、今日このさやが受けた30分のパーソナルレッスンが普段、3000円なんですけど、今回それ無料で受けられるキャンペーンをお出ししております。なので皆さんお得だよね。ちょっと概要欄の方をチェックしていただければ、まあさやみたいにこれから始めたいって人とか、まあ、ちょっとやってるけどやっぱり基礎から学びたいって方とか、まあ、どんな方でもぜひチェックしてもらえればと思います。何時までですか？結構すごくない？でもね、いらっしゃるから、そういう方でもいいですし、たくさんの方に頼っていただけると思います。16歳以上であれば生田でもレッスンを申し込むことができるので、なんかそのスタジオの雰囲気とか、なんか場所とか、なんかいろいろ施設とか見たいな、ぜひ今回皆さんに体験していただいて、今回限定で予約の枠とか限りがあるみたいなので、そのあたりの詳しく概要欄の方に書いてありますので、ぜひ皆さんご覧ください。すごい、ね、さやもじゃあゴルフ頑張ろうね。頑張ります。いつも一緒に回ろうね。ね、皆さんに成長を見せたら面白いと思う。こそこそ頑張って。ありがとうございます。